大谷翔平の48本塁打、驚きの背景に迫る。記事、こんにちは、皆さん。今回の記事では、大谷翔平選手の驚異的な48本塁打についてお伝えします。果たして、彼は、すでに、MLB のスーパースターとなったのでしょうか？その一方で、彼の休むことのない活躍についても、疑問や興味が生まれています。さらに、大谷選手の投手としての能力と打者としての才能、どちらがすごいと思いますか？それでは、一つずつ見ていきましょう。まず、なぜ、大谷翔平選手の48本塁打が球団新記録となったのか、その背景を探ってみましょう。大谷選手は、昨シーズンよりも、ホームラン数を大幅に上回るパフォーマンスを見せており、その原因には、数々の要素が絡んでいます。大谷選手のホームラン数増加の一因としては、彼の体力とフィジカルの向上が挙げられます。最近のトレーニング方法や食事管理により、大谷選手のパワーが増し、スイング、スピードも向上したと言われています。加えて、彼の努力と本人の熱意も、大きな要素となっています。さらに、大谷選手の練習熱心さとメンタルの強さも彼の成功につながっています。彼は休むことを知らず数多くの練習を重ねています。その結果、プレッシャーに負けずにゲームでのパフォーマンスを維持することができているのです。一方で、大谷選手の投手としての才能と打者としての能力、どちらがすごいと思いますか？彼は両方のポジションで非常に優れた能力を持っていますが、それぞれに異なる特徴があります。投手としての大谷選手は、その驚異的な速球と鋭い制球力が評価されています。彼のピッチングは、相手打者を圧倒し、多くの三振を奪うことができます。また、緊迫した状況でも冷静さを保ち、チームをサポートする存在としても注目されています。一方で、打者としての大谷選手は、その驚異的なパワーとバットコントロールが際立っています。彼は、長打力があり、異なる球種にも対応できる多彩さがあります。そのため、相手投手を圧倒し、豪快なホームランを量産することができるのです。結局のところ、大谷翔平選手は、その能力と努力によって、MLB の世界で大成功を収めていると言えるでしょう。彼の48本塁打には、彼の練習熱心さやメンタルの強さ、そして彼自身の信念が反映されています。これからも、大谷選手の活躍に注目しながら、彼の成長動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。